それは、ある日の出来事である。どんちゃくパン。さあ、一日さんに会いに行くよ、久しぶりだ。え、この二人で行くのは初めてパンね。え、そうなの？気がなかったパン。まあ、とりあえず中に入るパン。うん。ぶく主さん、遊びに来たパン。あ、いらっしゃい、二人とも。ごめんなさい、入るお気持ちがいました。あ、お邪魔しましたパン。おい、ちょっと待て。広い集めた歌を胸にしまって、本当にうぶ主さんパン？だからそうだって言ってるじゃん。まあ、その姿はどうしたパン？あ、これ、実はこれ、改変しました。あたりの息の時があるじゃん。は、ほんとパン、生声みたいなパン。でしょでしょ。あ、どうも皆さんおはこんばんにちは、うぶ主の五十嵐大輝と、メグパンダパン、花道なんだよ。ということで今回はお知らせが2つあります。まず一つ目は、見ての通り立ち絵が新しくなりました。ということで今回のこの立ち絵は、前に使ってたセイカさんの立ち絵の作者フニチカさんの、小春立花ちゃん、すずみさんの立ち絵を合体してできたのが今回の立ち絵です。ちなみに何を使って改変したパン？ふっふっふ、それはね、アイリスペイントさんを使ったのさ。それってキネマスターで編集していた時、サムネイル編集に使ってた。そう、それです。それにしてもどうやって作ってったパン？それについては後日に新立ち絵作成のメイキング動画を投稿予定なので、楽しみに待っててくださいね。そしてお知らせ2つ目は、僕のボイスが変わりました。今まではこのボイスを使っていましたが、今後はこの声でやっていきますのでよろしくお願いいたします。といったところで今回はここまでです。この動画が良かったらグッド評価、コメントぜひお願いします。大テレチャンネルのチャンネル登録もぜひ、あと Twitter、Instagram のフォロー、ツイキャスのサポーター登録もよろしくお願いします。それでは、ご視聴ありがとうございました。次回もゆっくりしていってね。ゆっラブレター心を吐いたの探し、これから流れるエンディング映像の中に私が3人隠れているよ。全員見つけられるかな？答えは説明欄で。それではスタート。緑色の花並んでる窓が私の帰る場所、旅立ちの時背中を向けたらどうか何にも言わないで。
します。